はい、皆さんこんばんは。いやもう外真っ暗ですね。7時。いやもうね、冬を感じます。11月17日、爆笑居酒屋もあられ、元気にオープンです。はい、今週もよろしくお願いします。先週ですね、ちょっともう DJ 兄貴さんとちょっとある場所をね、華やかしてきたので、もう早速も僕のぐずぐずしておしゃべり聞くよりも DJ 兄貴さん早速呼んで、まあ、来てるかちょっと分かんないですけど、すぐ呼んで一緒に話したいみたいなと思っております。よいしょ。休みか。はあ、入ってろ。じゃあな。いや、アキさん誰かと一緒だったんですか今。じゃあな。お前じゃ開けないからや。俺今日どこに行こうかなと思って、休みかなと思って。いやいや、もう毎週火曜日7時はもう空いてますよ。もうじゃあでも暗くなるのも早くなってるから。早いんですよ。怖いですよね。だからよ、怖いんですよ僕。暗くなるの怖い。なんていうんですかね、暗くなるのがもう昔からです。もうこの時期ちょっと、この時間ってめちゃくちゃ怖いんですよ。バッて、こう、わかんないですよね。みんな、はやないってのってなるんですけど、僕、怖いんですよ。怖い。こう、なんか、なんていうんですか、緊張、なんていうんですかね、伝わらないかな、これ皆さん、わかる人、いませんかね。伝わらんだろ、伝わらないですかね。全然伝わらないですよ。僕も昔からそうなんですよ。そうなんですけど。で、本当にもう、本当この1週間、はい、というか、まあ、週末の方ですよ、そうですね、先に。土曜日。はい。すごかったですね。はい、石川50年生か。50年生です。49はないよ。50年生のこうプチ同窓会の方、はい、いや行ってきましたね。女村になります、はい、マリンビューホテルの方で、はい、同窓会の方があったわけですけども。そうですね。まあ大将アルメッティと一緒に、はい、いや久々のこの司会もさせていただきですね。半死、言うこと聞かん40歳がいるかなと思ったぐらい。アキさん、追って僕そう思ったんですよ。はい。まあ、同級生の同窓会の司会もさせてもらったんですけど、うん、まあまあ話をちゃんと聞いてくれたんですよ。はいはいはい、はい。で、あ、まあ、今年40になる方々、うん、ちゃんと話も聞いて、うん、こう、華やかしてくれるのかなと思いましたら、うん、はいはい、この、プログラムあったじゃないですか。はいはい、あそこに、誰々さん、企業紹介とか、はい、内地から来た人、こんなみたいな。うん、みんなもしっかり並んで待ってくれてるのかなと思ったんじゃないですか。はっしゃびよ、名前呼んでもなかなか出てこない。4回か5回呼んでようやくはーいってくるじゃないですか。もう嘘、幼稚園みたい。いやでもやっぱりよ、はい、もう40になって、はいはい、もう本当にこう会えば25年ぶりとかですかね。そうですね、22、23年ぶりやっさっていう方もこういながらも、はい、一応だらに20年ぶりに同級生と会うんだよ。もうそれはもう、いや司会の話なんて聞けるかや。そうっすよ。いやこれよ、司会の話聞いてる人、はい、言おうかなと思った。あ、友達いなかっただろうって。誰一人聞いてる人あんまいなかったですけどね。いやでもそれぐらい。でもゲームに入って、はいはいはい、もうやっぱりそこは、いや、はい、やっぱ大人やさと思ってさ、はい、華やかしてくれる。そうですね、本当にもう、何ですか、こう、協力的な部分も。協力的な部分があって、ね。ありましたしね、うん。すごかったのと思ってさ。はいはい、はい。なんと言ってもあのだ。あっちなんだね。深夜さんよな、あんただ。あ、ポーキーズの。ポーキーズの。お店間違えてるけど。リバースリバースの。はいはいはい。リバースの深夜さんがまたこの50年生。はいはいはい。同級生だったということで。リーゼントで決めて。いや。歌ったオールディーズっていうのはね、なんだそうですね、オールディーズ、はい、プレスリー歌ったり、やのかっこよかったですね。かっこよかったですさ、思ったのにこの時ね、司会必要なんですかと。そうですね、僕もあれ終わった後ぐらいかちょっと思ってましたね、うん、もう僕らいらない。だからよ、ちょっとなんならご飯ちょっと言ってくれないから、ね、ちょっとしかも深夜さん、はい、鳥だったじゃないのっていうさ。そこっすよ。なんで一番バッターやんばと。わかるかみんな、深夜さんが歌い始めてた一斉にこの舞台をガッと見て、みんなも踊ってる人もいたじゃないですか。踊ってる人もいたり、や、はい、安心、やっぱり違うね。でも兄貴さん、僕本当に何がもうこの司会をさせてもらって嬉しかったなって思うのは、うんうん、やっぱここ行ったらもう50年生、はい、
女性、うん、もう化粧もバッチリしてきてますよ。髪型もバシッと決めてますよ。じゃあたんや、ストッキングかぶ、商品欲しさに前に出てきて、はいはいはい、ストッキングかぶって引っ張り合う、もうあれ見た時にもう、あ、俺よかったって、本当にもうお家帰って思いましたもんね。おばさん魂のあれがあるよな。おばさんとは言ってないです。本当によ、言えば、まあ、アレキさんなんか、はいはい、地元も一緒で、そうですね、2個下、2つ下になるんですね、2つ下の同窓会だったわけですけども、はい、本当に中学校3年の時の1年生やし、うんうんうん、もうピカピカの1年生、まだもうよちよちやさ、はい、もう小学校、かわいい、みんなかわいいわやさ、はいはい、でもうそれからだから、20年ぶりに見て、はいはいはい、やっぱり昔、面影のある女の子、はいはいはい、男の子なんかやっぱりいるわけさ、はい、女の人とかって違うな。あとどうなんですか、もう化粧品が上等になってるぞと。ああ、もうそうですね、もう本当にもう人間のね力、頭いい人たちが一生懸命作った化粧の力、みんな綺麗やったもんや。でも僕ちょっと思ってたんですよ、うん、あ、まあ、まあ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 、うん、こう50年生、はい、もう綺麗な人何名かいたら僕ちょっと嬉しいなと、はい、もうみんな綺麗で、僕一人だけもう名前聞いとけばよかったって人がもういたんですよ。あ、すいません、はい、仕事しに来たんですよ。ちょっと忘れてました、その時。なんで仕事しに来て名前聞こう。名前聞こうかなと思って。それぐらい、それぐらいもう美人な方がいて、うわーって、またあともう5年後ぐらいにやってくれないかなと思う感じでしたね。それぐらいすごかった、すごかったよ、はい。で本当にこう無事こう終わって、こうフェイスブックやら、はいはい、のもので、アレキさんどうもありがとうございましたっていうさ、うん、こうあのお褒めの言葉も言っていただきながらも、はい、はい、やってよかったですさ、いやもう言ってよかったですさっていうさ、いいっすね、やっぱりもう最後のなんか、はい、いや最後のこの閉会の挨拶みたいな、はい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 、はい、もう一緒に最後本当に一本締めで締めまして、はい、まあ足早にこう帰ったわけですけども、そうですね、よかったね、よかったですよ、もうあれ本当に。僕なんか、うん、いい仕事をさせてもらったなと、あれも思ったね、はい、で 毎回やっぱりこのイベントの司会やら、はい、いろんなものこう行くたんびに、はい、まあ、その場その場の本当にこの雰囲気で、そうですね、持っていくわけですよ、はい、まあ、あの雰囲気っていうのはいいね、いやもうめちゃくちゃいい感じの、やりやすいというか、よくぞ兄貴メッティにお願いしましたねと、あ、ありがとうございますと、もうそれぐらい本当に、本当にあの記事はしたんじゃないかなというか、ちょっと心配だったけど、はいはいはい、あれぐらい、そうあれ久々に、ね、声もガラガラになって、びっくりしましたね、もう3時間ですよね、もうなかなかじゃない、半日1日しかやって、やっと声がもう終わってくるかなっていうぐらい、はいはいはい、3時間で潰れたの初めてだったやつさ。でなかなか声出しましたよね、したよ、しかも人の名前大半読んでるじゃないですか、そう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 、やばいっすよ、大城さん、大城さん前に出てきてください、お願いしますとか。よかったよかったですね。でもところ免疫つきまして、はい、この土曜日からの翌日日曜日、あ、そうですね、うるま市の、はいはいはい、梶間屋ですよ、はいはいはい、梶間屋って分かりますよ、97歳ですよ、97歳のおばあちゃんのお祝いの、うん、はいはいはい、天眼まずるおばあのまずるさん、はい、梶間屋 お祝いの方行ってきたわけですよ、あげじゃばよおばあな、はい、しり元気97歳、はい、安心インパクトあるばあってこれ97歳、な、元気、まずるさん、まずるおばあしり元気だよ、でまあしかも始まったわけですよ、はいはい、会が始まって、うん、結構こうみんなこう盛り上がってやりながらも、まあ、今回この孫が、はいはい、お孫さんがちょうどこの企画っていうか、このいやこの梶間屋をそうそうやろうっていう、はい、天眼施設さんの話で、はい、で兄貴司会をお願いしたいんだけど、うんうんうん、っていうのをいろいろやりながらも、はいはいはい、行ってもうよ最後よ謝辞だよ、天眼さんが呼んだわけさ、はいはい、お孫さんが、はい、涙で寄ってさ、グッときたね、グッときた写真、疲れた疲れました、それぐらいやさ、そんぐらいの、はいはい、それぐらいだから、いいもの見たやさ、うんうんうん、来てよかったやさっていうさ、はい、本当にこの心温まる、はいはいはい、まあ、イベントって言えばイベントですよね、うんうん、もう本当にそれが一番良かったんじゃないかなっていう、あの梶間屋っていうのは沖縄にしかないあれですかね、もしかしたら97歳ですよね、うん、97なんか半端っちゃ半端な数字であるじゃないですか、何なんですか、本土とかの方にもあるんですか、あるんじゃない、梶間屋とか、梶間屋って
風車の風車だよな。ですよね。はじめ、まあ、97のお祝いってあるはずよ。97、あ、まあ、ただちょっと読み方が違うとか、うん、そういったものもあるかもしれないですね。で、今回は本当に久々に、あの、まあ、FM は今回初めてかもしれないですけども、はい、自分たちこう以前こう FM リライターのチャタの方でも喋ってる時代がありまして、はい、そうですね。でそっちからもうずっとこう来て、もう毎週やこう、はい、ルカチさんルカチさんっていうや、はい、こうメールを、そうですね、もう本当にありがとうございますって入ってきた時に、はい、僕びっくりしました。もうルカッチ夫妻って言ってたわ。そうっすね。どんなのルカッチ夫妻夫妻って言ってたわ。なるよ、文長。あの、そうっす、ルカッチ夫妻ね、いいですよね。今日も本当にあの、二人、いや、沖縄に来ましたよということで、はい、お土産までもいただきました。そうっすよ、本当に。これ、すごいっすね。なまあ、さっきよ、こうもらった時にチラッと見たわけさ。はい。で、この後、まあ、こう爆笑ちょっと、ゲスト入るから、バタバタしながらも。はい、そうっすね。で、見た時に、はい、普通にこの沖縄で売ってるあれかなと思ったわ。天ぷらのコロッケかなと思ったわ。そう、はいはいはい、見たらやもう内地のだよこれ。内地の内地のだよ。これ何、これ何ですかね。かまぼこ、フィッシュから、フィッシュ、え、フィッシュからから、だからまた何かあるんだよ。あ、フィッシュカツじゃないですか。カツですね。僕今、僕もでもフィッシュからに見えました。いや、フィッシュか。ラジオは耳で聞くものですよ。はいはいはい。こっちで注意するか普通。じゃあ僕今流そうと思ってましたよ。あ、フィッシュ流せ。いや、もうルカツさんたちが突っ込んでくれるかなと思ってたんですけどね。いやいやいや、まあそんな感じですね。今日本当にあの爆笑居酒屋丸笑い、はい、この後、はい、ビッグゲスト入ってきてるんです。はい、もう本当にびっくりする。びっくりしますよ。びっくりしますよ。あ、びっくりしてからドマン来てきたからや。順利は。そうっすね。ビッグゲスト、毎回ビッグゲスト来ますけども。そうですね。いや、あの、黒馬長英以来じゃないかなっていうぐらい。長英さん以来の。もう本当にこうそれぐらいのビッグゲストですよ。お、内地からこう来ますんで。楽しみですね。この後ちょっとや、はい、あの、よろしくお願いしますよ。お願いします。大将。はい。どんな居酒屋でしょうか。はい、説明させていただきます。爆笑居酒屋丸洗いはラジオで聞くことができるんです。ラジオで聞く爆笑居酒屋丸洗いはリスナーの方もお客さんとして大将兄貴とラジオの電波を通して一緒に居酒屋丸洗いに来ている気分で楽しんでもらおうと作られた居酒屋です。そんな爆笑居酒屋丸洗いでは皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 E メールアドレスは 868@fm-urma.com 868@fm-urma.com。ファックス番号は 098-965-4868 098-965-4868。 また居酒屋丸洗いへハガキなどでのメッセージもお待ちしております。爆笑居酒屋丸洗いの住所ですが、郵便番号 904-1103 沖縄県うるま市石川赤崎2丁目20番1号、うるま市 IT 事業支援センター内となっております。またインターネットで聞くことができます。インターネット検索エンジンで FM うるま、またはゆいまーラジオと検索すると FM うるまスタッフブログが出てきますので、ブログ内のライブ放送をクリックすると聞くことができます。よろしくお願いします。この番組はあなたの街のリフォーム屋さんサポートホーム、電気水道のトラブルのことなら株式会社秋政伝説の提供でお送りいたします。
大将。はいはい。なんかないわ。なんかないわ。なんかないわ。変化がないお店っていうかさ、毎回思うんだけど。秋さん、変化がない方がいいんですよ。全然お客さんも気もしないのに、いつも泣けてるのみたいな。この粘りが大切ですからね。なんのよ。自営業粘りが大切ですから秋さん。1週間に1回しか開いてないお店なのにや全然粘ってないっていうからよ。いやいやいや、もう本当によ。はいはい。そういうこと。俺だから今トイレ行ってる間に、はいはい、誰かこうカウンターに2人来てるけど、変化がありましたね。だからよ。はい。あ、とりあえずビール一杯お願いします。はいよ。泡盛りください、ロックで。オッケー。ロックで。やっぱオリオビールだね。初めて来た方ですか。初めてです。そうです、本当初めてです。注文してもお金は取るけど、何も出さないですよ。あ、そういう店なんですね。はい、そうなんですか。違いますよ。こんな店ですよ。やっ てきますよ。いやいや、あれ、はい、ということで、ね、今日何か、うん、沖縄に遊びに来たっていうか。そうなんですよ。東京の方から来たんですけれども、はい、もうちょっとなんかここら辺歩いてたら、なんかあのフラッとなんか吸い込まれるようにここ来ちゃったんですけれども。あ、はい、ありがとうございます、はい、お名前の方お伺いしてよろしいですか。そうですね、私ですね、歌手をやってます、泉でございます。ありがとうございます。はい。そして旦那さんですか。旦那さんじゃないんですけどね。あの、付き添いしてます、はい、僕あの浅野勝森と申します。はい、浅野さん、よろしくお願いします。雨盛りください。雨盛りしか出さない。雨盛りしか出さない。ちょっともらっておきます。いや歌手の方が来るなんて。そうなんですよ。あの14日にこちら沖縄の方に来たんですけども、11月14日。はい。あの新曲が出まして、実はそのキャンペーンで今回こちらに沖縄の方に来させていただきました。新曲を引っ提げて、引っ提げて。新曲って何ですか、ちなみに。はい、説明しちゃっていいですか。いいですよ、もう言ってください、はい、あのですね、曲がネバネバ温度という曲なんですけども、はいはいはい、茨城県と納豆を勝手に PR するという、うん、あ、そうなんです。そういう曲でございます。いいっすね。これ勝手になんですか。勝手にということの表はそうなってますけどね。どういうことですか。納豆さんに怒られないですか、これ。納豆さんも、まあ、茨城県、まあ、大人の事情はいろいろやないですけど。こういうふうに事情ですか。今こう勝手にやってるって言った方がちょっと話題性がこうね。はいはいはい、はい、このネバネバ温度というの、うん、これ流れる今ちょっと行きます行きます。ちょっとバックからちょっとどんなだ。そうですよ、はい、店に、ね、流しもあって聞きながらちょっと喋、ね、ってみよう。はい、まあ、もうこの入り口からとっても賑やかな雰囲気が出ておりますけれども、あの浅野さんの出身、うん、大丈夫ですか浅野さん。なんかあの今シートを出そうと思ったらここじゃない。全然大丈夫ですよ、はいはい、あの、うん、浅野さんの出身地が茨城県なんですね、はい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 、で茨城県の鉾田っていうところなんですけど、はいはいはい、メロンが有名。メロンが有名ですね。で納豆関係ないじゃないですか。そこはね、納豆関係ない。あの納豆も PR するんですけども、はい、この曲には茨城県のいいことをすごい入ってますからね。いっぱい入ってますからね。納豆だけじゃなくて、納豆だけじゃなくて、実は、ね、茨城県ってあの、うん、知名度ランキング、何でしたっけ、魅力度ランキングでは最下位なんですけど、うん、今年もめでたく茨城県はあの野菜とかそういうあの生産日本一 あの、うん、食べ物が13品目もあるんですよ。本当ですか。いや、メロンやら水菜やら、うん、あのしっかりもう楽しいですね。なんともそうですけど、うん、やっぱり水も空気も美味しい。あ、いいですね。ですよね。土地柄やっぱそういう農作物とかも本当に北海道に次いでですよね、うん、だから。あと牛久大仏もあの、うん、今日本一でかいっていうことで認定をされました、ね、そうですね。高校野球少年だったんで、はい、もう野球が好きで、はい、あ、じゃあ上層学園だ、うん、もう本当に上層、僕野球、僕鉾田一高ってとこだったんですけどね、うん、知らないですね。すいません、はい、すいません。じゃあ次行きましょう。そんなこんなで、まあ、まあね、茨城といえば納豆っていうふうに思う方、はい、結構いらっしゃると思うので、はいはい、まあ、うん、納豆を代表してこうやってネバネバ温度という曲で、うん、まあ、納豆を中心に茨城の全てをあの紹介したいなっていう、みんなに知ってほしいなっていう感じでできた曲です。歌詞をですね、あの聞いていただいたりとか、うん、あの様子、はい、あの歌詞カード見てもらいますと、はい、本当茨城の中 の地名とか名所、あの名品、うん、物産の文字が全部入ってますから、うん、
これであのこれ絶対なんか観光大使かなんかでやってますね。いやあの勝手にやってますよ、ね、もしそういうチャンスがあるんだったらやぶさかではないよ。あのですねこれ大人の事情なんでございます。まず最初にあの県とかそういうところを認定されてしまいますと、あのいろいろ縛りが強くなってしまって知名度が上がりづらいという、あれですね、あれですね、勝手にどこの誰とは言わないんですけどね、この人あのふなっしーとかふなっしーはもうやってる、ネバール君とかこの人茨城じゃなくて船橋ですからね。船橋からこれネバール君なんですけど、船橋からネバール君にあの私あの乗り換えした女ですそう、あのですね、まあ、千葉県の船橋市出身で、それこそ本当に船橋のお膝元なんですけれども、はいはいはい、私がなんでこの茨城県のこの曲を歌って、いや千葉県じゃんって言われることも十も承知なんですが、何が大事かというと、うん、他の県外の人に茨城県を知ってもらう、茨城県を大好きになってもらうってことが一番の目的なので、私みたいな人が増えればいいわけですよ。その代表に県知事決定ですね。そう、県知事会。いやびっくりした、何言うのかと思って回りくどいなと思ったらちゃんと、焦るんですよ、何を言うか分からなくて。いいんですよ、全然全然大丈夫ですよ。本当僕が茨城宣伝しなきゃいけないですよ。この歌を作ったじゃないですか、うん、これ浅野さんが作曲をしたんですけれども、はい、うん、浅野さんやっぱり、うん、結構思いも入ってるじゃないですか。はい、これはあの実を言うと、あの茨城にあの最近茨城 の, あのお菓子メーカーがですね、亀印製菓という会社があのこっちの方に入ってきたわけですけど、うん、はいはい、言っちゃったら大丈夫ですか。それ大丈夫です。なぜかというと、なぜ沖縄かというと、茨城空港から飛んでるところっていうのが数少ないんですね。あ、はい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 、はい、この沖縄にはあの飛んできていただいてると直行便があるとそういうのがあって、はいはいはい、そのお菓子のネバール君っていうのがあるんですけど、あの納豆の乗せてみようってなってる、うん、持ってきてるんですか。今日それこれがすごいんですけど、これちょっと、はい、あのおもちゃですというか、かわいいキーホルダーですけど、ネバール君ですか。ネバール君でも見たことあるような、はい、もう僕もうテレビでもバンバンもう露出するんですけど、ね、このネバール君があのキュあのとあのまああの居酒屋で飲んでたんですけどね。まあまあまあそうですね。ネバール君でもビール飲むんですよ、この会社のお菓子の会社とネバール君僕お見合いをさせたら、あこりゃいいじゃないかっていうことで、あの、はい、納豆せんべいとかっていうのができたんですよ、はい、でお見合いさせたのが僕なわけでございます。あそのネバール君とこの会社の社長さんとかが曲作っちゃえよっていうことだったんです。このネバネバ本当に来たわけですか、はい、そうです。でせんべいもできたしスナックもできたし、今あの那覇でも売り出したり、あの、はい、チュラミ水族館ですか、はいはいはい、そこのブースも売り出したんですけど、そうで、そうなんです。でネバール君印の、 あの、ね、納豆せんべいと納豆スナックがあるんですけど、うん、それはあの那覇 の, あの国際通りのドン・キホーテに売ってるそうなんで、うん、そうですね、はい、こちらそれで、CD の宣伝とこういうあのネバール君の、うん、これはあの安全グッズって言うんですけど、1万個作ってしまったんで早く売らないといけないんですよ。大人の授業派これね、光るんですよ、ここがピカ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 で、あの子供がこうランドセルとかにつけておくと交通事故が防犯そうです、そうですね、はいはいはい、あの交通事故が 60% も減った県があるんですよ、これで。あ、そうなんですね。そうなんですよ、へ静岡県ですけど、まあ、そこ静岡県な、もうこんだけ浅野さんが今こう宣伝したから、もう明日多分よ、あゴーヤが光るようなあれが、ゴーヤが大きな、そうですね、まあすぐだ、いいこと言ってくれたねと、いいですね。じゃあ沖縄のこういうネバール君のこれはネバール君ですかね、茨城で、はい、沖縄だとしたらやっぱりゴーヤです。どんどんどんな、じゃあオリジナルグッズ作る時はちょっと一回終わった後にゆっくりそうですね、ゆっくり上げてください。はい、今度沖縄も作ってくださいよ。いや、もうやりたいですよ。そうですよね、歌。ちなみにこの今このカップリングの曲なんですけど、命を笑わそうって、これ僕歌ってるんですけど、はいはい、これはあのなんだ、あの311の地震があったじゃないですか、はい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 、あれの前にこう作って、うん、これ僕と泉ちゃんで歌ってるんですけど、もともとあのモノマネのコロッケさんとか、あ、はいはい、あのノブアンドフッキー、コージー、トミタ、テツアンドトモとか、はい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 、泉ちゃんのお父さんでありますあのおぼんこぼん師匠とか、はい、青空球児、コージーさんとかも、そういう人たちで50人の We Are the World みたいに作ったんですよ、はいはい、
これで、まあ、地震があった時に、あのチリの地震のチャリティーだったんですけど、はいはいはい、外国やってる場合じゃねえだろうって日本のチャリティーに変えた曲なんですけど、まあ、そういうあの素晴らしい名曲なんですけどね、僕が作った、はいはい、それをあの沖縄の方がちょっとあるあの芸能関係の方が、うん、これいい沖縄バージョンをこれみんなで沖縄のミュージシャンで歌いましょうなんてことを言ってくれて、早半年経ってるんですよね、もうそういうのは、ね、行動に移しちゃわないとね。あでもじゃあぜひこう沖縄の来たいね、来たいですよね。でもねやっぱりもう先ほども言いましたけど、はい、こう自分たちこうあちこち司会しながらも、はい、子供たちとの交流が多くてですね、はいはい、やっぱり盆踊りとかそうですね、もう持ってこい。もうネバネバ温度はですね、一人で歌っててもしょうがない歌なので、はいうんはい、あのみんなで盛り上がらないといけないわけですよ、うんですね、すごい可愛らしい振り付けができましたね。そうはあの振り付けをしていただいた方が、はいはい、あの芸人の芋洗い坂係長さん。ありゃそうです、あの機敏な太ってる人、機敏な太ってる人そうですね。でもダンス上手すごいなって僕あの昔見てたのテレビの方をで結構振り付けもいろんな方とも押されてるらしいですよね、うん、だってこのネバネバ温度の振り付けの後誰って言ったっけ、誰か言ってましたね、あれなんか誰かのやるって言ったよね、まあそ名前言っていいもののこのまあまあそうですね、いろいろとありますから全然なんですよ、あれとかラップとか入ってるあバンドの人、バンドユニットまあそんな感じですよ、はいはいはい、確かそうだったね、いや全然覚えてない、そうです、でもだから今こう話にも出ましたけども、はい、今回だからこう泉さんっていう方が来るっていう話が来た時に、うんはい、まあいろいろ調べるわけですよ、うんはい、おぼんこぼんっていうそうなんですよ、出てきて私実は漫才おぼんこぼんのこぼんの娘で、はい、あの今歌を歌う前はおぼんさんの娘さん同級生なんですけども、はいはい、その2人で娘同士のコンビを組んで漫才やってたこともあって、悲鳴が上がりましたけれども、漫才もできるんですか、じゃあ漫才もできました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 、はい、俺でも本当にこの間からポスター今日貼ったんですか、これえ何がですか、ポスターが前のやつですね、あはい、あれはあの6月に来た時に、6月にですよね、はい、この間からこうチラチラちょいちょいこう見てるわけよ、あ、この FM うるまのいやもうそうそうそうに貼られてるポスターですね、何かイベントがあるのかなってちょいちょい見るわけさ、うんはい、ずっと間違えしてや岡村孝子と思ってた、俺岡村孝子さんと言われないですか、あ、言われたことあります、お、俺ずっと岡村孝子かなと思って、あれです、あの、はい、アミン、そう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 、はい、松尾の言われたことあります、はい、あの野球選手の方と結婚してた、はい、言われたことあります、あ、ポスターまた貼っていただいてるんだね、あ、OK、あれ結構ここら辺合成したらしいですよ社長に、いずみちゃん、いずみちゃん、シュッとしておいたから、ちょっとマウスでシュッとしておいたからだって、でも今便利、本物綺麗だね、やっぱり綺麗ですよ、ありがとうございます、いっぱい思わなきゃダメだね、いやいやいや、本当に光らしてきましたんで、あ、お笑いもやってたんですか、お笑いやってたんですよ、もう今やらないですか、ですね、やっぱりあの自分のステージの中でこういうトークとか MC のところ入ると、うん、なんかどうしてもこう前のめりにこうな、はい、こうなって喋るような癖がこう結構やっぱ抜けないですね、どんなんですか、こうステージで歌を歌ってるじゃないですか、うん、やっぱり MC って長くなります、うん、あ、なりますね、どっちかっていうと、うん、歌をワンコーラスにして MC の部分の時間を作るとか、はいはい、俺あの以前さだ、うん、まさしさんのコンサートに行ったんですよ、はい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 、長い長い俺今同じこと考えてましたよ僕昔バイトでスタッフバイト君やったことあるんですよでバイトだから搬入室搬入やるじゃないですか、はいはいはい、俺あのずーっとスーツ着てこう立てなきゃいけないの、はいはい、いやもう辛くて辛くてこの人いつまで喋るんだよ半分以上喋ってますよ、ね、MC 長いわけよでもだよ、うん、今だったら楽しいやつ、うん、あ, あの時まだ幼少期子供だったから、はい、あ歌うたんで喋ってんなぐらいです、本当にだからこう歌う歌う人っていうので聞きに行ってるから喋ったからと思ってよ歌聞きに行ったんじゃなくて話聞きに行ったんだこの人話しかかってそう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 でもねやっぱそういうその時その時の空気感でも、うん、だってその時しか聞けないから喋、うん、ってもらえてファンは嬉しいんでしょうか、うん、ね、誰だったかな、歌聞きたいんだったら CD 聞けって言った人、
いましたよね。それはこれ嫌いただきましたね。誰かいましたね。あの有名な人ですよ。はいはいはい、いや間違えちゃいけないと思うけど、あやふやだからやめときましょう。北海道の方の人ですね。あ確かそうだったよね。はい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 、さあそうそうそう、うん、まあ、そんなこんなで、あの私この曲を引っ提げて、うん、今ここいろいろイベントやってますので、来たわけですよね。はい、そうです、そうです。で今後ですよ、うん、まあ今日終わって、うん、はい、今後も沖縄の方でも歌聞けたりしないですよね。いや、もういい感じで振っていただいちゃって、いい感じで歌聞けるんすか。聞けます、聞けます、踊りも見れます。お、なんだろうね、バネバ運動でみんなで踊れるようにと思って。沖縄まだ夏ですからね。はい、そうですね。あのでも、ね、いつだっけ、15日に、うん、あの那覇市内であのライブをやったんですよ。あるあの沖縄のナシルさんというあの女性のボーカリストがいて、そのゲストで出させてもらった時に、一番フロントにあのエーサーの方たちが太鼓でいたんですね。あの一緒にやってくれてね。そうなんです。だからあの生の太鼓の音が入るともうより温度がもう恐れらしくなって、ええ、恐れらしくなって、ただ一つ問題は太鼓が素晴らしすぎちゃって、みんなもそっちに集中しちゃって俺たち誰も見えないの。こっちはこっち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 でもあのやっぱりすごくノリがいいなって思うので、はいはい、うん、うね、沖縄の方って、うん、やっぱあの歌も慣れてるっていうか踊りも慣れてるから、うん、やっぱりこの太鼓の音とかっていうのは特に反応するんで、ましても子供たちってもう相当なんで、うん、いいですね。いやいやいや、ぜひ本当に生でね、ね、いいね、持ち上げ、うん、この店気に入った。もう来週には潰れるんで、いやいや潰れて粘るって言う。メガネカドリが動きたらどうでしょう。ネバルカドリいつ聞けるんですか。じゃあ、はい、ですね、はいはい、一番近いのは明日なんですけど、うん、明日あの那覇の、はい、国際通りの近く、屋台村、あのなんか屋台村屋台村ありますね、はいはいはい、あそこに7時と8時で2回やります、はい、うん、2回歌います。なんでそれこそ飲みながら、はい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 、一緒に踊っていただけたらと思うのと、はい、あと19日あさって、イオンモール沖縄ライカムでインストアライブでやりきます。いよいよもう今、はい、沖縄といえば、うん、そう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 、そういうことになってますからね。もういよいよです、いよいよ松本伊代ですから。分かる方だけで結構、はい、そうですよね。ライカムで、はい、ライカムがスタート13時30分です。はいはいはい、お願いします。そしてなんと21日は21ディズニー泉だけでなくスペシャルゲストがいらっしゃいまして、あれ忙しいですよ。そうなんです、21日すみません、忙しいんですよ。忙しいですね。イオン串川店で、はいはい、泉のライブが午前中の11時半からやるんですけども、はい、その後12時からあのモノマネのコージー富田さんのライブがございます、はいはい、ジョイントさせていただきます。ジョイントさせて、うん、見ましたよ、ジャスコでこの間。見ました。ありがとうございます。そうなんですよ、はいはいはい、コージーさん、一緒に沖縄行こうよって言ったらいいよって言ってくれて、すごいですね。いや、そしてあのもう一人いるじゃないですか、うん、はい、そしてこの後午後なんですけれども、うん、イオンの那覇店で、はい、実はちょっと時間がかぶってまして、はい、私たちが串川でやっている間に、うん、イオン那覇店さんで、うん、11時半と14時から、はい、あの明石家さんまさんのモノマネで有名です、はい、ホイケンタさんがこちらでライブをやっております。はい、本物のさんまさんがあの認めてますからね。あ、そうですか。だからあのさんまのまんまってあるじゃないですか、はいはいはい、あれにあの原口くんと、うん、このホイケンタさん2人がゲスト出てたんですよ、うん、でさんまさんがいて、わけわかんない状態でしたね。そうですね、さんまさんの、あの再現 VTR とかはみんなホイケンタさんがやっている。あ、なんかわかるやつさ、じゃあ、うんうん、そうですね、うん、いや、びっくりするほど似てますもん。そうなんです。じゃあもう、今回ウルマにもまた来るっていうことはや、もうみんな行くわけですよ。そうですね、21日、はい、いいですね、来てください。でですね、夕方そのホイケタさんのライブが終わった後、うん、あと私の泉またコージー富田さんもイオン那覇に集合して、うん、3組が集合しますので、コージーさんってどっちかというと、うん、あのタモリさん、バンドさんから何やってもタモリさんじゃないですか、やっぱり、はい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 、タモリさんとさんまさんのコラボです。そうす、スペシャルが見れるわけですよ。スペシャルが見れるわけですよ。はー、これが、16時から始まりますので、うん、はい、はい、ぜひぜひ夕方はイオン那覇店さんに皆さんも集合していただいて、はい、よろしくお願いしますということで、ちょっと一発だけ CM 言いましょうね。あ、そうですね、まだ帰ったらダメですよ。はい、まだまだ喋りたいことあります。てかまだお酒かね、来ないと来ないから遅いね。
大将、はいはい、お店、あれ電気消しとけ、今電気消しとけ、こんだけは盛り上がってるんや他ね、お客さん来たら大変だろ電気消しときましょうね、消しときましょう、ね、お楽しいな、はい、楽しいですよ、楽しいですね、いいですね、でも本当にこの、まあ音楽の話、はい、ちょっと置いといて、はい、2人ちょっと沖縄についていきたいんですよ、うん、はいはい、あ泉ちゃんは、私沖縄は今回4回目なんですよ、4回目、本当にあの、うん、この FM うるまに、うん、あの前回6月に別の曲のキャンペーンで来た時に初めて来たんですけど、その6月のキャンペーンの前は、うん、高校の時の修学旅行だったんですよ、でその前は子供の時にお母さんお父さんと家族旅行で来たので、はい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 、だから前回の6月に来た時に、まあ、大人になってから来たのはまあその時だったので、私やっぱり一番印象残っているのは食べ物の感覚が変わったなって、高校の時は結構苦手だったものが、あのやっぱお酒を飲むようになって、もう大好きなものが、そうですよね、そうですよね、フェイスブックとか見るとずっと酒飲んでますからね必ず常にジョッキジョッキをお父さんの小盆師匠と同じ顔して飲んでてたまにあの小盆師匠と親子でツーショットで飲んでるわけですよこれで、ああすごいそっくりだなっていうと、浅草歩くとお嬢様ですよ、いやいやいや、たまに僕プロデューサーとしてなんか怒ったりとかすると、たまになんかちらっと何かの仕草をするとお父さんを思い出して、それから僕何も言えないお父さんには言わないで、本当にこっち来てソーキそば、沖縄そば食べて、うん、でタコライス食べて、うん、海ぶどう食べて、でやっぱ島らっきょうが大好きで、あの食べたいんですけど、今まだ今回来て島らっきょう食べれてないんですよね、だから時期的なものもやっぱり、ね、あって、ね、うん、今度来るときには置いときますよ俺が、あちゃんと今度飲みましょうよ、あ全然楽しいです、本当ですか、お話ししたいこともたくさんありますし、いやいやいや一日空けといてくださいよ、いや明日の朝までは、そうですね、あの次の日二日酔いってものもあるでしょうかねでも二日空けていただいて、そうそうそう、いや本当にもうぜひぜひ、もういやこれ絶対ですよこれ、はい、沖縄大好き、今回の来た時に、うん、一発目その日のうちになんかご飯食べに入ったお店で、はい、なんかおばちゃんとかと話してたら、はい、なんかサーターアンダギーくれて、はい、ね、あったかいなと思って、いやそうね、嬉しいね、でこれからテレビ出るよなんて話して、あらやだ、あ写真撮ってよとかって言われて、うん、サインしてよって、ね、私のこと知らんだろうなと思いながらすごくなんかそのいい1日目のスタート、泉ちゃんはあのお客さんのノリが悪いなと思った時には、私のお父さんおぼんこぼんの子供なんですって言うと、おーってなって、一応なんか有名になってるような感覚でこう、はい、やれてくれるっていう、一応切り札ですからね、お父さんっていう切り札たまに出し、朝の半度ですか沖縄、僕はもう本当に20回近く来てるんですよ、うーん本当に好きで、すごいじゃないですか、で いつも大体あの1週間来るとしたら、うん、初日からあの帰って2日ぐらい後ぐらいまでずっと二日酔いで、あのずっとあのなんせ泡盛の体臭がするというかあ泡盛も全然 OK ですか、全然なりますね、でこの間 6月に来た時帰ってあの飲みすぎてちょっと病院通いしたことがあったんですけどで今回来る時には、はい、内容は濃く泡盛は薄くって飲むんだけど全部濃くなっちゃって俺未だに残ってますよ酒、そうそう、今回ちょっとスケジュールはゆっくりめのペース で、はいはい、で全然前回くらいに来た時にカラオケで思いっきり僕矢沢駅好きなんですけど、はいはいはい、止まらないハーハーをあのデッキブラシを使ってこういろいろやってたらあの階段のところでギュッてやって、俺外まで出る癖があるんですけど捻挫して帰ったっていうのがありますねそれぐらいですよね、もう全音と今度ね、そうなんですよ、うちは相方のアルベッティが、沖縄市の方でバーやってまして、はい、本当ですか、いいじゃないですか、もう、ちょっと、ぜひちょっとエッチなバーなんですけどじゃない、全然、全然そんな都内のお店が、都内のお店が都内でもお店がちょっとエッチなだけですよ都内のお店があ、そうなんですか、隣の店が隣の店が、店が僕の店じゃないです、隣の店がですよろしくお願いします、ぜひぜひ、壁が少し来てなんかこう建物も全然一軒置いてあるんで一軒置いてあるんで本当にカラオケとか行くとモノマネ始まっちゃうんで、あ、まあ、もうあのずっと矢沢やってますね僕ね。だからよ、ここラジオ多分聞いてる方、兄貴さんもそうですよねっていう話される方も多分いると思うんですよ、うん、もう久々にこの
A ちゃんが好きっていう。いやいや、あのこれって浅野さんもありますかね、はい、すみません、ちょっともう矢沢の話ちょっと3分ぐらいさせて、はい、3分、はい、大丈夫です、全然大丈夫です。チラッと隣にこう車走ってる時に、隣の車がこう A ちゃんの曲聴いてブーって行く時に、はい、ちょっと追っかけないですか。あ、追っかけますねそれとか、あの2車線くらいのところで、止まるじゃないですか、ね、あ、ね、窓開けときますよ、ちょっとテレレテレテとかでかかるとそういう車って後ろにステッカー貼っちゃう。そう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 。やっちゃえ、日産ね。やっちゃえ、やっちゃえね。よろしく。それぐらいやっぱりよ。そうなんですよ。やっぱ沖縄でも結構やっぱりこう矢沢永吉さんのこう不安の方が多くて、はいはい、結構もギラギラしてる方が。うん、いやさ、ね、今 A ちゃんの話して3分じゃまだ1分も経ってないですけどあと2分どうすんだって、それぐらいだから好きって話聞いて、はい、でも朝初めてこうさっき初めてこう会ったわけですけど、はい、相川翔に似てますよね。まああのなんだ、僕もあ、実際では僕あのモノマネ界の仕事が多くあってですね、はい、昔あのコロッケさんが出てるモノマネ番組があるんですよ、はい、こちらと何なのかな、コロッケさんとか誰もやれ、いろんな人が出てる番組、昔やってたんですか。はい、それに僕6年間 もあの番組レギュラーで出てたんですよ。僕お笑い珍宝ですか。珍宝じゃないですね、何て言ったっけ、モノマネバトル大賞とかなんとかってたんですね。ああ、もうすいません、もう全然、そうなんです、日本だから東京で言うと日本テレビ系列なのかな。出る、あ、じゃあ沖縄でさらってますかねさらそれ、まあ、それ出てて、モノマネの人って勘違いされてたんですよ。まあよく言われるのは、あの相川翔がいつも似てますよね。似てます、似てます、相川翔も好き で、 でちょうどこの14日に切ってテレビで泉ちゃんとちょっとある番組出させてもらって、はい、タイトルコールがあるんですけど、それを相川翔さんでお願いしますってやりましたからね。沖縄なんとかかんとかみたいな感じでダムトモシそうですね、似てますね、やっぱりすごいですね。それで沖縄区の前の日にこれ振り付けやってくれる芋穴坂係長が、はいはい、今ミュージカルに出てて横浜で、はいはい、それで主演が相川翔さんだったんで、うん、これ行かなきゃいけないっていうことで、僕たち十何列目かぐらいで真正面で相川翔さんで、うん、で研究して沖縄で使ってみようと思って面白かったです。舞台も面白かったんですけれども、そうですね、浅野さんと一緒に歩いてると他のお客さんがちょっと二度見するんですよ。だから駐車場から出る時に女の人がこう僕の方を見てこう頭が出るんですけど出待ちしてる相川翔さんってずっとベンツを乗ってる方なんですけど、はい、僕はノアで出てくるわけですよ。翔さんノア乗らない、翔さんノア乗らない、それもシルバー乗らない、あの人黒だから、ね、みんなジロジロ見るんですよね、なんかこう。浅野さんももともとお笑いの方ですか。いや、お笑いの方僕はれっきとしたミュージシャンなんですけど、いやこういうね、漫才の方とのお付き合いがあって、はいはいはい、で僕実はお笑い番組もすごい出てて、だから周りの人が言うにはえ楽器の弾ける芸人って言われてるんですよ。で本番終わってお客さんありがとうございました、ありがとうございましたって言うじゃないですか、うん、そうギター弾くなんかネタとかそういうことやると、うん、お兄さんギターうまいね、練習してプロになりなよって言って、はいっつって周りにいる人も器用ですよね、本当に。でも、もうがっつりお笑いのユニットもやってらっしゃるんで、音楽と笑いの、あそこ本業っていうか、これがもう一番っていうのは何なんですか。いや、それはもう、まあ、ギタリスト、ミュージシャンですもん、ね、説明しないと分かんないです、その方向で見ていいんですよね、その方向でだから、泉ちゃんのお父さんも何がやりたいのこれはやる、あれはやる、これはやる、わかんないよね。俺もこう来た仕事何でも乗っかるタイプなんで。いや、僕もそうですよ。なんで来るものを拒むと去るものを追うっていう感じで。俺にやらせてください。まず一緒ですよ、ほんとね。からすみません、まあ、泉さんに戻りますけども、はいはい、どうぞ、うん、泉って何、はい、どこから来た名前なんですか。私漫才の元々のコンビ名クレヨンっていうんですけども、うん、クレヨンの泉っていうだけでやってたんですよ、名前を、はい、で解散した後も泉だけで活動してたんですけど、はい、泉だけだとなかなかネットとかでも引っかからないし、うん、でなんか名字が欲しいなって思って考えてた時に、お父さんとも一緒に考えてたんですけど、はい、で
あ、そっか。じゃあ、あの泉さんって方いらっしゃるし、うん、でその苗字も泉にしちゃえば周りの人があの呼び名も変わらないし、泉ちゃん泉ちゃん、例えば山田泉にしたら、はいはい、その山田を浸透させるのが大変だと思ったんで、あの泉泉にしようとしたんです。はあ、ややこしい。ややこしい。あの名前間違えるしてるんですね。実はですね、あのどういう字書くのって多分ラジオ聞いてると泉泉だけは伝わらないんですけど、泉水って書いて泉なんですよ。はい、泉ピン子さんの泉に、また泉水、泉水、そうです。泉水、泉ですね。うん、それで泉、はいはい、泉なんです。うん、で、ひらがなで下の名前はつに点々の泉。うん、まあこの泉は本名なんですけど、もう間違えられるんですよね。やっぱつに点々とか、うん、泉を和泉って書かれてしまったりとか、とても面倒くさい名前になっちゃったな。多分泉泉って言った時に。うん、沖縄で、うん、多分あのみんなえー、ってこう聞くと思うんですけども、うん、沖縄 の大御所のお笑い芸人の方で、はい、泉弥生さんという方がいて、あ、今日多分見ました、その方テレビでね、あの、うん、朝ですか、10時ぐらい、10時ぐらいかな、10時ぐらいで見ました、はい、あ、この方だと、その方なんですけど、うん、泉泉ってこの泉っていう名前に相当やっぱり、うんうん、インパクト、はい、持ってるんで覚えやすいと思うんです、逆に。あ、これは良かったんじゃないかな。その泉が2つも入ってて、そうです。だからこうさっきのこうあの、はい、今度牛川に、はい、ね、来るよっていう時とか、やっぱり泉って言った時に、ね、うん、聞く方は泉弥生来るのっていう人も多分いると思うんですよ。あ、でもこう泉って言った時に、やっぱりまた別な方向で、うん、名前を覚えやすいのが一番じゃないですか。そうですよね。そう、覚えられやすいのが、うん、僕ね、名前人あの泉だけにした方がいいと思うんだけどな。いやでも、まあ、今更だけどね。自分も、はい、初めは兄貴兄貴ってこう周りから言われてたから、はい、もうこうあの相方もまあ兄貴って呼ぶのが一番呼びやすいから、兄貴でいいんじゃないのって言われた時に、はいはい、この系の方もいるじゃないですか、兄貴って。ああ、で間違えたら大変だなと思って。ああ、そっち系のね。DJ ってつけたんですよ。で、DJ ってつけたらまた今度クラブでなんかやってるんですかとか。そうそうです。大変ですよ。ようようみたいな。ようよう。すいません、行ったこともないですよって言われてよくするんですけど。難しいですね、芸名って。芸名って難しいですよね。なんでそんなややこしい泉にしちゃったかっていうと、うん、単純に、うん、の泉の漢字で一番ひらがなの泉とその字画がいいのはどれかっていうのを自分で調べた時に、その泉水が一番良かったっ、うんうん、はいはいはい、プラスあとなんか水関係の字を使うといいっていうじゃないですか、うん、芸能界、あ、そうですか、お水っていう、お水っていうか水物っていうか、はいはい、なんで結構水はいいのいいと聞いたんで、なんすかこの変えないといけないみたいなオーラは。何にしましょうかね。ちなみにですけど、下の名前が一緒なんですよ。お、そう、本名、本名、本当だ、二人とも。本当だ、まさき、本当だ、そう、しまさきで一緒なんですよ、すごい、不幸中の不幸で、不幸中の幸いでもなんでもない。でも名前で思うのは、沖縄って本当に難しい苗字が多くて、うん、そうですね、まあ、難しい名前の方い、難しい、難しい、ね、逆に言えば自分たちが向こうに、うん、やっぱり県外に行った時でも思いますよ、うんうん、へーってこんな難しいのがあるのっていう、なんか難しい、珍しい苗字だなって思うけど、そのこっちの土地では結構いらっしゃるじゃないですか、うん、この方もそうだ、この方もそうだ、そう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 、みたいな、苗字ってね、難しい、難しいです ね、 ですね、まあ、そんなこと言ったら私も相当珍しい苗字だった、本名は珍しいですよ、本名、ババゾエって言うんですよ、ババゾエ、ババゾエ、ババゾエ、ダクテンばっかり、すっごい嫌だったんですよ、ま、馬のジャイアントババの、ジャイアントババにゾエはあの三髄の、天下物の天、裏添えの、はい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 、はい、裏添えのゾエ、はいはいはい、天下物の天です、難しいっすね、ババゾエ泉って言ってすっごい濁点多くて、多いっすね、よくあの読み仮名みたいな振り仮名を書いてくださいで、うん、マスがあって濁点別に書いてくださいっていうのあるじゃん、はいはいはい、めっちゃ長くなるんですよ。なんかもともとお父さんも、うん、お父様もババゾエ、千葉県の方なんですか、と関西出身なんですけど、ですよね、はい、一応苗字はなんか鹿児島の方の名前らしいです、ね、あ、九州、お笑い芸人でアジアン
はいはいはい、でババゾノさんっているじゃないですか、ですよね、名前ちょっと向こうはゾノで私ゾエなんですけど、うんうん、多分同じ鹿児島の方のルーツは鹿児島の方みたいなんですけど、うん、うん、親は関西出身、はい、まあ、だんだんだ実感もなくなる、だから2時間に、2時間にしようの今度から今度遊びに来るときに事前に行ってくださいよ、ね、今度2時間飲み放題でお願いします。どんな店でもあの1時間飲み放題っていうの、あの逆に90分とか120分ですね。そうそうだってまだ一杯も飲んでないですよ。だから大将、はいはい、ネバネバ運動あのネバネバをアキさんずっとさっきから流してますよ。ちょっともう立派聞いてみようだ。いや、ありがとうございます。ネバネバ運動行きましょう、はい。はい、本当に今日はもうお二人本当にありがとうございます。ゲストですね、泉さんと浅野さんでした。どうもありがとうございました。また来週ですね、はい、すいません、お会いそう、お会いそう。何も飲まれていないっていう。いっぱいも飲んでない、いっぱいも飲んでないですね、ごめんなさい。あ、面白かった、ありがとうございます。この番組はあなたの街のリフォーム屋さん、サポートホーム、電気、水道のトラブルのことなら株式会社秋政伝説の提供でお送りいたしました。すいません、メールまた来週読ませていただきます。ありがとうございました。